はい、2月11日祝日朝の8時です。今日は祝日出勤なんですけど、朝から横須賀の事務所に向かってます。今日も一日充実した日にしたいと思います。今日の予定は午前中見積もりと経理の仕事をやって、お昼から午後からちょっとYouTube 用のダイエット減量食の動画撮影をして、で午後から船の方の現場仕事の方の、現状確認を行って、それから夕方5時以降かな、筋トレをして、で今日夜はうちの会社で新旧生態心アナといって、横浜の西口ですね、鶴屋町で生態院を昨年の6月にオープンしてまして、そのスタッフたちと、まあ懇親会、まあ新年会を含めた懇親会的なものが夜の9時からあります。ということで今日も一日フルフルな動きなんですけども、頑張っていきます。じゃあまた。やった、すげえ。なんか新鮮ですね。ホームズとかのなんだっけ、作業台みたい。やばい。この前買ったベニ。やば、超うまそう。それ、あったかい風が出てるんですか？そうなんですよ。で次はブロッ
ッコリとこれを焼いていきます。昼はこのシナジー、なんだこれ、コストコで買ったデジタルエアフライヤーね。これがこれめちゃめちゃ良かったな。これからいっぱい使おう。減量中、減量食には結構いいかもしれないですね。油が全く、油が超カットされるみたいでです。ありがとう。これ何味？シュークリーム？シュークリーム。OK。 え？そう、2個。ああ、どう。よし。じゃあ、はい、乾杯。お疲れ様。はーい。到着。今終わって帰宅しました。